通常国会が閉会しました。これで参議院選挙に向け事実上の選挙戦がスタートです。会期末を迎えた今日の国会は安倍総理に対する問責決議が可決され、重要法案が廃案になるなど後味の悪い幕切れとなりました。来るべき参議院選挙、今の私の気持ちを率直に申し上げれば、チャレンジャーとしての緊張感、それにつきます。経済政策もこれからが正念場です。要はブレることなく実行できるかどうか、私はとことんやり抜く覚悟です。ですからこの参議院選挙、負けるわけにはいきません。必ずやねじれを解消しなければなりません。来たる参院選に向けた意気込みを語った安倍総理、通常国会最終日の今日はまさにねじれによる政局がうごめく一日となった。安倍総理が予算委員会の集中審議を欠席したことは憲法違反だとして、野党3党が提出した問責決議案が今日参議院本会議で採決された。可決されました。結果は野党の賛成多数で可決。総理大臣に対する問責決議の可決は安倍総理で4人目となる。参議院選挙を迎えるわけですから、私どもは非常に不当な決議だと思っていますが、主権者たる国民の皆様方が最終的にご判断になると。自民党の暴挙に対する厳しい糾弾の声を上げていっていただきたいと思うわけであります。もうとにかく総理を国会で喋らせないと、そういう総理隠しが行われた、こういう傲慢な態度っていうのは長くは持たないと思いますよ。今日問責決議が可決をされました。まさにこれこそがねじれの象徴だと思います。安倍総理は会見でこう話したが、政界におけるドタバタ劇に落胆する声も多く聞かれた。それでは質問を指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。自然エネルギー財団の大林さんは、この国会において発送電分離に向けた電力システム改革を盛り込む電気事業法改正案が成立すると大きな期待を寄せていた。しかし問責決議の影響で電気事業法改正案は廃案に。非常に許せないですね。やっぱり政争の道具にされてますよね。で、採決が問責決議案の前に法案の採決をしようという動きもあったわけですから、それを結局与党がそうしなかったっていうのは、まあもともともしかしたらシステム改革の法案を通す気がなかった、非常に残念ですね。その他、生活保護法改正案や生活困窮者自立支援法案などの重要法案も廃案となった。支援する法律というものが今国会成立しなかったことは非常に残念ですし、来るべき参議院選挙でねじれに終止符を打って、安定した政治の下で皆さんと一緒に新しい日本の未来を切り裂いていこうではありませんか。土砂降りの雨の中、今日国会は閉幕しました。改選を控えた議員は早くも選挙モードに入っています。頑張ろう、頑張ろう。通常国会の閉会をもって事実上の選挙戦がスタート。この参議院の選挙を前に、私はまず自分を信じること、そして民主党を信じること、まずぜひこのことをもう一度始めたいと思っております。いよいよこれから統合をかけた参議院の選挙が始まるわけですけども、我が党が他とどこが違うかということを、これはっきり皆さんに言っていただきたい。参議院選まで残り1ヶ月を切った。夏の決戦を制するのは
どの党になるのか。今日閉会しました国会ですけれども、ご覧のようにですね、いじめ防止や選挙の区割りに関する法案などが成立した一方で、問責決議の影響で発送電分離に向けた電力システム改革を盛り込んだ電気事業法改正案などこうしたですね、重要な法案は廃案となりました。そうですよね、成立したその区割り法案もね、ゼロ増5減だけなんですよね。もともとの選挙制度から議員定数の削減っていうね、抜本的なもの全部先送り、 そして問責によって重要法案がこうやってみんな廃案になっちゃう、まあ、それぞれの政党に言い分があるんでしょうけどね、まずそうですね、国民は納得できないでしょうね。できないですよね。さあ、そして今日はですね、安倍政権が発足してちょうど半年ですよね。でこちらにありますのはですね、この半年の間に持ち上がった重要課題の、まあ、本当の一部なんですけれども、いろんなテーマが実は持ち上がりました。そうですね、これ見ていただくだけでも分かると思うんですよね、はい、私もずっと政治取材やってきましたけど、これほどこれだけ重要なね、国の将来を決めるようなテーマが目白押しになってて、それに対してね、こういうことをきちっとやるのは本来は国会なんですよ。それは十分な論議がないままね、最後に問責だ不信任でやってる時ですかっていうのはね、私一番言いたいんですよね。例えばこれ見てください、アジア太平洋時代って、これ本当にね、オバマさんから中国も韓国もみんなリーダーも交代する、日本もまあ政権変わりましたけどね、はい、もう本当にアジア太平洋全体の力関係がガラッと今変わってるんですよね。それをどう考えるかってものすごく日本にとって重要なこと、今日中も日韓も歴史認識問題でなかなかうまく関係改善できないでしょ。 その歴史認識問題も、例えば橋本さんのね、従軍慰安婦の問題があって大騒動になりましたけども、こういう問題なんかありますけどね、こういうことを全部とにかく国会がきちっとやらないから、我々としてもこうやってね、ニュースで取り上げることもなかったっていうね、本当に存在感がね、なくなっちゃってる国会って何なんだっていうね、ちゃんと本来の機能を果たしてほしいと思いますね。これだけあるでしょ、重要な問題が、本当にそこが残念ですよね、はい、通常国会が閉会しました。これで参議院選挙に向け事実上の選挙戦がスタートです。会期末を迎えた今日の国会は、安倍総理に対する問責決議が可決され、重要法案が廃案になるなど後味の悪い幕切れとなりました。来たるべき参議院選挙、今の私の気持ちを率直に申し上げれば、チャレンジャーとしての緊張感、それにつきます。経済政策もこれからが正念場です。要はブレることなく実行できるかどうか、私はとことんやり抜く覚悟です。ですからこの参議院選挙、負けるわけにはいけません。必ずやねじれを解消しなければなりません。来たる参議院選に向けた意気込みを語った安倍総理。通常国会最終日の今日は、まさにねじれによる政局がうごめく一日となった。安倍総理が予算委員会の集中審議を欠席したことは憲法違反だとして、野党3党が提出した問責決議案が今日参議院本会議で採決された。可決されました。結果は野党の賛成多数で可決。総理大臣に対する問責決議の可決は安倍総理で4人目となる。参議院選挙を迎えるわけですから、私どもは非常に不当な決議だと思っていますが、主権者たる国民の皆様方が最終的にご判断になると。自民党の暴挙に対する厳しい糾弾の声を上げていっていただきたいと思うわけであります。もうとにかく総理を国会で喋らせないと、そういう総理隠しが行われた、こういう傲慢な態度というのは長くは持たないと思いますよ。今日問責決議が可決をされました。まさにこれこそがねじれの象徴だと思います。安倍総理は会見でこう話したが、政界におけるドタバタ劇に落胆する声も多く聞かれた。それでは質問を指名された方は、所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。自然エネルギー財団の大林さんは、
この国会において発送電分離に向けた電力システム改革を盛り込む電気事業法改正案が成立すると大きな期待を寄せていた。しかし問責決議の影響で電気事業法改正案は廃案に。非常に許せないですね。やっぱり政争の道具にされてますよね。で採決が問責決議案の前に法案の採決をしようという動きもあったわけですから、それ結局与党がそうしなかったっていうのは、まあもともともしかしたらシステム改革の法案を通す気がなかった、非常に残念ですね。その他生活保護法改正案や生活困窮者自立支援法案などの重要法案も廃案となった。支援する法律というものが今国会成立しなかったことは非常に残念ですし、来るべき参議院選挙でねじれに終止符を打って、安定した政治の下で皆さんと一緒に新しい日本の未来を切り裂いていこうではありませんか。土砂降りの雨の中、今日国会は閉幕しました。改選を控えた議員は早くも選挙モードに入っています。頑張ろう、頑張ろう。通常国会の閉会をもって事実上の選挙戦がスタート。この参議院の選挙を前に、私はまず自分を信じること、そして民主党を信じること、まずぜひこのことをもう一度始めたいと思っております。いよいよこれから党をかけた参議院の選挙が始まるわけですけども、我が党が他とどこが違うかということを、これはっきり皆さんに言っていただきたい。参議院選まで残り1ヶ月を切った。夏の決戦を制するのはどの党になるのか。今日閉会しました国会ですけれども、ご覧のようにですね、いじめ防止や選挙の区割りに関する法案などが成立した一方で、問責決議の影響で発送電分離に向けた電力システム改革を盛り込んだ電気事業法改正案など、こうしたですね、重要な法案は廃案となりました。そうですよね。成立したとしても区割り法案もね、ゼロ増合減だけなんですよね。もともとの選挙制度から議員定数の削減っていうね、抜本的なもの全部先送り、 そして問責によって重要法案がこうやってみんな廃案になっちゃう、まあ、それぞれの政党に言い分あるんでしょうけどね。まずそうですね、国民は納得できないでしょうね。納得できないですよね。さあ、そして今日はですね、安倍政権が発足してちょうど半年ですよね。でこちらにありますのはですね、この半年の間に持ち上がった重要課題の、まあ、本当の一部なんですけれども、いろんなテーマが実は持ち上がりました。そうですね、これ見ていただくだけでも分かると思うんですよね、はい、私もずっと政治取材やってきましたけど、これほどこれだけ重要なね、国の将来を決めるようなテーマが目白押しになってて、それに対してね、こういうことをきちっとやるのは本来国会なんですよ。それは十分な論議がないままね、最後に問責だ不信任でやってる時ですかっていうのはね、私一番言いたいんですよね。例えばこれ見てください、アジア太平洋時代って、これ本当にね、オバマさんから中国も韓国もみんなリーダーも交代する、日本もまあ政権変わりましたけどね、はい、もう本当にアジア太平洋全体の力関係がガラッと今変わってるんですよね。それをどう考えるかってものすごく日本にとって重要なこと、で今日中も日韓も歴史認識問題でなかなかうまく関係改善できないでしょ。 その歴史認識問題も、例えば橋本さんのね、従軍慰安婦の問題があって大騒動になりましたけども、こういう問題なんかありますけどね、こういうことを全部とにかく国会がきちっとやらないから、我々としてもこうやってね、ニュースで取り上げることもなかったっていうね、本当に存在感がね、なくなっちゃってる国会って何なんだっていうね、ちゃんと本来の機能を果たしてほしいと思いますね。これだけあるでしょ、重要な問題が、はい、本当にそこは残念ですよね。はい。